吉田正隆さん、なんか急に人気になる。どうやらこちらの動画は170万再生を超えたそうです。オリックスのスターや、ボストンは人気やろ。ボストン2期が見てるんやろ。オリックスファン4人が稼いどる。山本もオリックス出た途端人気になりそう。オリックスでバフが解けたからな。WBC バブルやな、もともと野球ファンには結構人気あったけど。WBC で名前は売れたよな、ボストン2期もにっこり。あのホームランなければまあ他準決勝敗退やったからな。功績がでかすぎる。タッチバックめちゃくちゃ速そう。なんかもう心配ないよな。通用することは確信してるわ。割と守備の方がやらかしそうやないか。あっち眩しいらしいし、いろいろ。西武ファンご自慢の吉田ってフレーズがもはや懐かしい。優勝決まった瞬間こけたのがでかかったらしい。合流前に WBC で解いてほんま良かったと思うわ。箔がついた。言うて今のレッドソックスって暗黒やろ。暗黒ってほどではない。オリックスってだけで損するのかわいそすぎる。ご視聴ありがとうございました。